はいどうも、登場系投資家のロックです。本日は株式投資入門編の2ということで、証券講座解説時の注意点をご紹介したいと思います。で、まず、株初心者が証券講座を開くときにつまずくポイントとして、あの、申し込み画面中に特定講座ありにするなしにするとか、厳選徴収ありなしとかって、初心者にいきなりわからないことめっちゃ出てくるんですよね。 まあこの言葉連発であの断念しちゃう場合多いんですよ。で申し込み画面に注意事項がいろいろ書いてあるんですけどはっきりとよく分かんないですよね。なのでまあぶっちゃけ言うと証券口座の解説って無料なんで間違えたらまあすぐやり直しもできるし最悪違う証券口座で新規に作るってできるんで、まあ、そんなね考えずに気軽にやっちゃったらいいとは思うんですけども。 ただですね、まあ、この辺のところ知らないまま株式投資をやっちゃって後で泣いちゃうケースもあり得るので、まあ、その辺の注意点をです、ね、今回の動画でご紹介したいと思います<う>で。まずは証券会社自体はどれがいいってことなんですけれどもこれは前回入門編の位置で少しご紹介してますのでまだそちらの動画を見てない方がいらっしゃいましたら、まあ、そちらの動画も合わせて確認いただければなと思います。で、 証券会社自体は基本的にはどこでもいいです。いわゆるネット系証券会社で十分ですね。で、よくある、まあ大手の証券会社といえば野村証券さんとか、大和証券さんとか、ニココーディアルとか、いろいろあるんですけれども、まあそういうところは、どちらかと,いうと大口投資家とか、ネットとかはまあ使わない、まあ高齢者向けっていうのが基本的な <laughs> ターゲット層になってるんですけど、まあそういう方向けですと。まあ今これ YouTube 見てる人とかもネットとか普通に使えると思うんで、 そういう人はもうネット系証券会社で十分ですね。あと、スマホアプリとかでもできるっていうところが一番でかいんで、まあ、その辺のネット系証券でいいと思います。で、ネット系証券って代表的なんで、SBI とか松井証券、楽天証券、マネクス証券、カブドットコム証券とかいろいろありますけれども、なん商品ラインナップとかいろいろ差はあるんですけども、まあ、初心者はもう気にしなくていいと思います。そんなに変わんないです。 で、まあ、唯一あるのは手数料とかいろいろあるんですけど、まあ、そんなに差はないですからね、ネット系証券だと。まあ、そこはそんなに気にしなくていいんじゃないかなと。で唯一あるのは、まあ、スマホですよね。スマホアプリが結構使いやすいやつがいいなと思ってるんで、まあ、個人的なおすすめとしては SBI 証券とか楽天証券。まあ、この辺のスマホアプリが僕好きなんで、まあ、そこら辺はおすすめになりますね。で、ちょっと注意点は、 ネットに「証券会社おすすめ」とかで検索するといろんなランキングサイト出てくるんですけどあれって広告収入目的なので基本的に当てにならないですからねあのご紹介してそのサイトから申し込み入ったらそのサイトにお金入るんですけどまあそのサイトに入るお金いわゆるアフィリエイトなんですけどアフィリエイト報酬が高いものがそのランキングに入ってくるのでなんかいきなり聞いたこともないような証券会社が一応ランキングに上がってたりするんですよ。 だからね、それはもう収益目的なので、あのネットのランキングサイトを当てにしない方がいいですね。で、まあ、条件会社は、まあ、基本的にどこでもいいですよってことなんですけど、口座開設時の注意点として、ここでつまずく人結構いるんですけれども、なんか、証券口座って3種類あるんですよ。で、特定口座、源泉徴収ありっていうのと、特定口座、源泉徴収なし、あと、一般口座っていう、この3つ分かれるんですけど、 これ、普通に初めての人が申し込もうたら、どれ選んだらええねんってなるんで、まあ、その辺をね、今回ご紹介したいと思います。まあ、そもそもなんですけど、そもそも株式取引するとですね、まあ、このお姉ちゃんがすんごいスマイリーな顔でですね、取引やってますけど、儲かってるんでしょうね、このお姉ちゃん。<laughs> このお姉ちゃんが株式取引をすると、あの年間取引報告書ということで、毎年ですね、税務署にこういう取引しましたよって報告しなきゃいけないんですよ、そもそも。 で、これ、めんどくさいっですよね。で、めんどくさいんで、普通に行くとこういう形になっちゃうんですけど、特定口座っていうのがあればですね、ここの部分証券会社が代替して年間取引報告書っていうのを作ってくれるんですよ。で、それで代理で税務署に報告してくれるので、個人投資家からすると、まあ、すごい計算とかしなくてもいいんで、全然メリットなんですよね。いわゆる一般口座を選択するメリットってないんですよ、こっちですよね。 なんで自分でやらなあかんねんって話だと思うんで、それは代わりに証券会社がやってくれるんで、もう特定口座はもう一択ですね。そこを選択するっていうのが、まあ基本マストだと思います。じゃあ次にですね、源泉徴収ありなしっていう話が出てくるんですけど、これまたそもそも論,論になるんですけど、株式売買で得た利益には 20.、20.315%の税金がかかるんですよ。普通はね、利益出たら税金払わなきゃいけないですからね。 なんですけどちょっと話ずれるんですけど、この株式で得た利益って、まあ、20%の税金なんですけど、これ、固定なんですよ。20%固定なんですよ。どんだけ稼いでも20%なんですよ。何言ってるかというと、例えば年間で100万の利益得たとしたら、税金20%の20万円なんですけど、1億円稼いだとしても20、20%の2000万円なんですよ、税金。で、これ、ビジネスで1億円稼いだら、 税金半分以上持ってかれるんですよ。まあ55%ぐらいですかね。まあ5000万円から6000万ぐらいは税金で持ってかれちゃうんで、これ同じ1億円稼ぐんだったら、これ株式投資の方が全然いいんですよね、税金面から見ても。片や2000万の税金、片や6000万の税金ですからね。4000万の違いが出てくるんですよ。で、これもっと前の話でいくと、あの、経験税率ってのがあって10%だったんですよね。で、10%。 パーって何よって話をするんですよね。1億稼いでも10%パーしか払わないんですよ。これね、要は、ぶっちゃけで話すると、これも既得権益が絡んでるんですけど、まあ、お金持ちとか、まあ、政治関係の人とかもそうなんですけど、基本的には株式投資とか、もう株式から得られる配当金とかもあるんですけど、そういうところから利益得てるんですよ。でいわゆるお金持ちが、 利益得てるところっていうのは税金は上がらないんですよ。税金は低くなるんですよ。だけど、サラリーマンみたいな一般人がね、働いて税金取るところにはいっぱい税金取るんですよ。どうすか、これ。お金持ちが儲かる仕組みになってるんですよね。この税金見たら。だから、多分この税金っていうのは上がらないんですよ、ずっと。これ上げるとお金持ちが起こっちゃうから。 だからそ,れそういうことを政治家の人はやんないんですよね。これを税金上げるっていうのは。<laughs> ね。ちょっと暗くなりますけど、まあ、逆にね、まあ、そういうところの株式で利益取れるようになれば、まあ自分も勝ち組の方に回れるかなっていうところですよね。はい。ということで話を戻しますと、<laughs> だいぶ戻さなあかんけどね。はい。まあ、この江川のお姉ちゃんがですね、 この株式売買をすると利益が得られますと。で、利益の20%っていうのは税金として税務署に払わなきゃいけないですよってことですと。で、これを、えっ、ー、と、証券会社で源泉徴収ありっていうのが選択できるんですよね。特定口座の。で、源泉徴収があるとどうなるかっていうと、証券会社が利益から税金を差し引いてですね、 あらかじめです、ね、もう、われわれのもとには、もう税金引かれた分しか入ってこないと。で、その税金自体は、もう証券会社から年間取引報告書とセットで、もう税務署に納めてくれるという形になるので、まあ、税金の計算自体も、もう証券会社からやってくれるんで、これ、すごい便利なんですよね。自分でやんなくていいんですよ。一方で、源泉徴収がなしっていうのを選んじゃうと、 まあ、スマイリーなお姉ちゃんがですね、株式売買から得た利益っていうのは、もう税金も含めた全部利益が入ってきます、手元には。だけど、その後ですね、自分で確定申告書を作って、税金を計算して、これを確定申告で税金を税務署に納めなきゃいけないんですよ。だから確定申告で自分で税金を納めなきゃいけないんですよね。これめんどくさいじゃないですか。 じゃなんでこんな制度あるのって言うと一応ですねメリットはあるんですよ。でメリット2つあるんですけど1つ目は年間利益が20万以下ななら確定申告ってしなくてしくいいんですよ。これはもうそういうルールがあるんですけれどもこれ別に税金がかからないってわけではないですけど確定申告不要っていうことで、まあ、実質税金払わなくてもいいよねってことなので、まあ、マックス20万の20%で4万円の税金が払わなくてよくなると。 源泉徴収ありだと自動的に4万円も引かれちゃうので、まあ、その点がメリットとしてあるかなと。でもう1点が運用資金を確保できるってあるんですけど税金が後払いなので年間ですね税金つどつど引かれてると手元には税金引かれた金額しか手元残らないんですけど後払いにすればいわゆる利益分全部手元に残るんで、まあ、それを投資に新たに回せるっていうメリットがあります。 で、それぞれメリットはあるんですけど、これ、1つ目の方もね、1円でも超えれば確定申告要なんで、まあ、その辺ってコントロールできないじゃないですか。利益儲かるって言ってるのに、いや、20万超えそうやからやめとこうとか、ないでしょ。利益取れるのやったら取りに行きますからね。<laughs> で、2つ目の運用資金確保できるっていうのも、税金後で払わなきゃいけないんで、まあ、年度中はお金がなく,らな,なくならないように、こう計画的にね、やんなきゃいけないんですよね。 まあ、それもめんどくさいですよね。で、まあ、そういうことを踏まえると、まあ、基本的にはまとめとしては、一般口座っていうのは、基本的に選択するメリットなしなんで、これはもう選択しなくていいです。で、特定口座の源泉徴収ありっていうのは、これがもう基本的におすすめですと。ちなみになんですけど、これ、源泉徴収されるんですけど、これ、赤字だったら税金還付されるんですよ、自動的に。これ何言ってるかというと、例えば年度のですね、前半で、 すんごい株で儲けたと。で、全部源泉徴収で20%税金引かれてるんですよね。証券口座にあらかじめ。なんですけど、年の後半、すんごい赤字ぶっこいて、年トータルでは赤字になりましたと。そうすると、年トータルで見れば税金って払わなくていいので、あらかじめ払ってた税金って返ってくるんですよ。要は、年間通して、 利益に対する20%っていう形に自動的に計算されるんで、まあその辺もね、厳選徴収ありっていうのはすごい便利なんですよね。で、3つ目の特定こと厳選聴徴収なしを選ぶ場合は、もうこれ税金削りたい人。MAX4 万でも削りたいっていう人とかね。あと運用資金を確保してチャレンジングに攻めたい人。いやいや20、20%も資金が減るんだったらそはあかんと。そこも含めて攻めるんやっていう人がいるんだったら選択していいと思うんですけど、 まあ結局ね、も、まあ、儲かり始めたら、源泉徴収ありにしなきゃいけないんで、これなしを選んだとしても、いずれこっち切り替えするんですよ。まあ、だったらもうちょっとぐらい税金多めに払うかもしれないですけど、最初は。まあ、いいじゃんと。お国のためなんだから、税金って言っても。20%しかどうせ払わないんだから <laughs>。 ならもう最初からね、特に先調ありをおすすめします。はい、えー、以上がですね、株式投資入門編2として、証券講座解説時の注意点としてご説明いたしました。この動画が面白かったら、高評価ボタンをよろしくお願いします。で、このチャンネルではですね、この株式投資入門編をシリーズでどんどん動画アップしていくのと、あとですね、株式投資自体は私の株ログという形で、 実際、週のトレード計画であったり、トレードの実績っていうのを赤裸々にですね、反省しながら動画を上げてますんで、まあ、その辺を見てですね、一緒に学んでいければなと思っておりますので、ぜひともですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上でございます。